駅の方に、はい、川越駅の方の、はい、来たんですけど、はい、あの、あっちの方に、はい、ちょっとなんか赤ちょうちん系の、なるほど、居酒屋があるんで行きましょう。そのあたりをちょっと、はい、ちょっと行ってみましょう。てか、急に寒くなってきますね。急に寒い、雨降るよ、そのうち。急に寒い、雨が降るかもよ。確かに。あら、居酒屋さん、地のものとかあるのかな。大量丸、美味しそう。あ、またいい雰囲気の。確かに。ちょっと聞いてみます。聞いてみよう。いいですか。いいですよ。でも一回もうちょっと見てみます。そうだね。さすがに。ここはどうですか、焼き豚。おお、ね、焼き鳥ね。お、いいんじゃないですか。撮影ちなみに OK なんですか。すいません。撮影ってちなみに OK ですか。なんか、あ、ありがとうございます。いいですか、撮影。お邪魔します。失礼します。お疲れ様でした。乾杯。はい。ゴミは結ばれてやめろ。ゆうと柳が最低。ほんと最低、つばさん。ちょっと大河ドラマに向けて一言。いやいやいや。飲み物どうします。飲み物どうします。じゃあもう普通に僕はなかなかの相談割りで。はい。僕じゃあウイスキーのハイボールください。ハイボールで。はい。店長さん、おすすめありますか。おすすめは、一番出るのはガツ刺しとポテトサラダ。うちでもう、うち僕の家内が作ってるんですけど、自家製の。じゃあそれをまず、はい、でその2品ください。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあすいません。じゃあ今日1日、はい、お疲れ様でした。お疲れ様。乾杯。ゴミは結ばれてやめろ。あー、美味しい。あー、うまい。失礼します。はい。あ、吉田が最近の走りです。早い早い。味噌つけて食べて。はい。お通しでこれ出てきたので、頭、いただきます。あ、ありがとうございます。うまい。またこの味噌がいいですね。味噌も自家製なんで。へえ。僕が作ってるんで。おいしい。これ なんだろう、味噌が。うまい。うまい、うまい。これまたお酒進んじゃいますね。うん、うまっ。これもきまして、これが酢味噌で、ガツ刺しね。ガツ刺し名物。あ、ネギがふんだんに。またいいですね。うまっ。この酢味噌は美味しい。あ、うまい。ガツ刺し、ガツ刺しうまいです。二人で飲むって初めてだよ。マンツーマンで。そうでしたっけ。うん。あんだけ一緒に、まあ二人っきりはないか、確かに。うん。坪さん誰と飲んでるんですか、普段。もう、コカノさんとか中岡さん。あ、だ上ダンスね。ロッチが多い。後輩とは、まあ後輩、僕もでも先輩に誘われること多いですね。そっか、うん、後輩いる？カナダについてくる後輩。いやいや、ついてくる。尊敬されてないみたいな。いやそれこそうちの事務所だけどさ、はい、土佐兄弟の勇気がカナダに憧れて芸になったわけでしょ。まさにこの間、それこそ勇気くんと、うん、夢丸くんが東海オンエアの、うん、が僕らの前に佐賀で飲んでるんですよ、この番組で。はい、うん、で、それ初対面だったんですよ、2人は。へ、でも同世代で、うん、で、むっちゃ仲良くなって、その後、東京にで、2人で飲んでるんですよ。へ、で、東京で飲むから、母さんもどうですかって、この間飲み行ったんですよ。で、ゆうきくんは言ってくれてますね、学生時代ずっと見てて、みたいな。あー、若いよな、じゃあ。そんな、いや、若いですよ、だからそう考えたら。中学生の時に、そうそうそう、アンディを見てたんだ。まさに。うわ、ちょっとポテサラうまそう。ん、おいしい。あ、おいしい。おいしい。ありがとうございます。奥様によろしく伝えてください。出会いはもう14年前ですね。そうだね。覚えてます、最初会った時の印象。いや、なんか若いイケメンだなっていうイメージの体は、シュッとした。いや、俺も全く同じ感じでしたよ。えらい色男ので、そんで3シアターで急に抜擢だったの。そうそうそう。まあ俺らもそうだけど。で、フルポンとしずるさんが、うん、もうこうやって飲み屋3人で、それこそ当時飲んでて、アンケート書きながら酒飲んでるわけですよ、うん、で、それ何のアンケートなんですか。いや、今度レッドカーペットのに出てる、ありがとうございます、若手がコント番組、コント番組深夜で始まる。うわ、マジかみたいな。ああ、なるほど。それ聞いて、もうそれ出れないってなってたから悔しくて、
オリラジの次はフルポンだみたいな。あ、まあ確かにレッドカーペットでちょっと、うん、そうなんです、なんかね、でめちゃイケとかも出てたり、うざいやつみたいなキャラでね、はい、でこれはいかんぞって言ってて、うん、で俺も先帰りますとか言って先帰って落ち込んで帰ってたんですよ。おしたら本当その本番収録の3日前ぐらいにアンケート突然来たんですよ。でこれってこの間言ってた2人が書いてたやつだった。多分元々誰かが入ってたけど、その人がスケジュールで無理になって僕らが入った。誰かが無理になったの？そうなんですよね。いや分かんないです、あの真相は分かんないですけど、でも急に決まって、それでもう決定だった。すごいよね。そんな般若がもうメインだったもんね、レッドシアターだったら。そうなりましたけど、まあ若くて、うん、まあそんなね、一番こう真ん中に置きやすかったっていうか。あれでもズクダンズンブングゲームがすごかった。まあそうですね、当時ね、2009年です。だから今から13、14年前。でもさ、考えたらさ、はい、まあ、その時もすごいなと思ったけど、はい、やっぱ内村さんとコント番組できてたってすごくない、うん本当に思います、それ、ね、ほんで俺らさ、その結構オンエアになってないけどさ、はい、毎回エンディングトークは撮ってたじゃん、はいはい、ほぼ使ってなかった。そうっす、考えたらめちゃくちゃやっぱ下手そうだもんね。そうっすだってまだ3年俺らなんてでも3年目とか22、23ですよ。できてたのはジャルジャルとロッチぐらいだったもん。うん、確かに。ちゃんと空気のその流れで、カノ君とかはちょっと狙っていくんだけど、外して笑い取るみたいな、うん、笑い取れちゃうみたいな。当時って横並びだけど、まあ、芸歴は実は全然違うんですよね、うん、だけど同じ時期に出てきた芸人だから、うん、もう要は我が我がみたいなので、もちょっと怒られた時期ありましたもんね、うん、そのなんか かぶっても関係ないし、そのままそう総合演出に終わった後、うん、今日のエンディング最低だったぞ、ね、お前ら。その感じも分かんなかったし、なんかどれが正解かかな、とにかく前に出て自分たちアピールしろみたいな時期ですもんね。で、あと当時取材とかもね、ジャルジャルさんが嘘つくとかボケで、うん、したらそんなそういうのいけないと思うって柳原が泣き始めるちゃんとやろうよっつってね本当学校のノリですよね。いや、はい、ありがとうございます。なんかね、今考えればもちろん その時はちゃんとやったつもりだけど、いやだからね、まだ若かったというか痛かったというかね。そうね。でもカナダはもう他のレッドシアター以外でもめちゃくちゃ忙しかったし、なんかもう、うん、わすごい、まあ、自他ともに認める感じになってたから。で俺とかしずる、村上、フルポン村上、ロッチのコカドさんは大体収録終わってからとか仕事終わりで集まってちょっと女の子とか飲んでたりしてたら、そうですね、カナダがそのそういうのやめた方がいいんじゃないみたいなスターがいやもうそんなの遊んでる場合じゃないでしょみたいな言ってて、ね、本当にだって俺はもういや正直羨ましかったんですよ、うん、俺もう遊べないし寝れないし、ね、そっから何ヶ月後かに女優と撮られてたよねこいつといただきます、うん、うまい、なめこおろしうまい。これ来ましたよ、わかめから揚げ。わかめ、すごい、わかめから揚げって初めて見ましたよ俺も。こんな感じなんですね。レモン絞った方がいいですね。いや家庭やんだよはい、どうですか。うん、あ、なるほど、わかめって言われなければわからん。なんだろうって思う。知らない人に出したいわこれ。あ、でもわかめ感ありますよ。そうそう、知ってるからじゃん。いや、そういうとこあるぜ、カナダ。もう知ってるから一体何だって言うんですかうまい、美味しいね。これめっちゃうまいですね。当時の話で言うと、俺が未だにちょっと好きなのが、うん、まあ坪さん最低な話になっちゃうんですけど、うん、矢吹さんっていうその総合演出の人が、うん、お世話になったね。僕らを呼んで、ちょっとみんなに話があると、うん、実は爆笑レッドシアターは終わってしまうと。うわーって。でもこれからここで力をつけてって、すごい熱いメッセージをいただいて、うん、まあ言ったら俺もちょっと涙ぐんだし、うん、それで今後も頑張っていこうみたいな話になって、うん、大人たちがいなくなった時に、うん、柳原がずっと泣いてたわけですよ。あ、終わるってことでね、はい、したらね、
当時ね、柳原がペケポンっていう番組、フジテレビのやつですよ。レギュラーでね。坪さんも、まあ、泣いてるし、ちょっと空気悪かったから、坪さんが柳原に、お前ペケポンあるからいいじゃん言った柳原が最低ほんと最低坪さんとかってブチ切れて出てちゃう本当にキレてたよね。いや俺はその場を和ませようと思って、なんとなく、うん、こっちは何もないしと思って言ったら、まあまあやっぱ本気だったから、まあまあキレてた柳原さん本気ですからでもやっぱね、濃厚な2年ですよ。そりゃすごい人気ですもん。だって基本的にずっとフジテレビにずっといましたもんね。いたね。寝床があるんですよ、そういうなんかフジテレビならに、フジテレビの中でそこに俺ずっといた記憶があるんですよね。あでもハンニャは多分それ以外にもフジテレビで仕事あったりとかしたからね。だから俺とかしずる村上、うん、フルポン村上、他のチームは終わったらすぐ飲み行ったすぐ飲む本当に、うん、多分一番いい思いしてますよ。懐かしいね。懐かしいですね、こうやって喋ってても10年以上経ってんだよ。もうじゃあもう明日のこう飲みながらちゃんと話聞く多分ないから、はい、でちょっと大河ドラマに向けて一言。いやいやいやないですよ、ないし言えないし。え、なんで言えないですか。まだだって何の情報も出てないし。いやだから自分の気持ちも決まったのは、いやもうそれはもうずっと夢でしたからね。うん、だから吉田もね、だって今やってる家康も出たいっていうね。そうっす、特に地元の三河なんで ね、それがダメだったって悔しそうだったもんね。まあそうですね、うん、いやだからもう貴族やらせていただくということで、うん、まあ公家顔だねなんて言われたんで、おうよかったんで、あとは外見じゃなく中身もちょっと伴って今稽古してますんで、おぜひ皆さん光る君へで光ってる場面見てください。乾杯。ちょっと長かったですね、もうちょっとコンパクトに。はず坪倉さんもね、だって大河と大河、大河、去年鎌倉殿を出させていただいて、まあ、お二人ともね俳優としてもいろいろ、いやでも結局カナダの方がなんかすごいいい役だし。いやいやそんなことなくて、いやでもこれね、我々特にコントじゃないですか、うん、コント人の延長上に絶対にみんなあるんですよ。ああ、まあドランクドラゴン塚地さんが、うん、佐野史郎さんかなに、なんか自虐ですいません、うん、芸人崩れで俳優気取りでみたいなことをなんかの場面で言ったらしいんですよ。そしたら佐野史郎さんが、いやいやいやそれ映画だったんで、もともとムービーっていうのはそのコメディアンのものですよ。チャップリン、バスター・キートン、ハロルド・ロイド、もともとコメディアンがこうハリウッドで人気になって、そっからこう男前の人たちが出てくるから、あなた方のものだったんですよっていう話を聞いて、なんか塚地さんはちょっと勇気出たみたいな話聞いて、で僕ら演じることに全くもう違和感ないじゃないですか、うん、それがなんか過剰にやるかナチュラルやるかみたいな、おなるほど、感覚じゃないですか。うん、あんまないですか。まあ芸人とか、うん、俳優とかっていうより、まあ表現者だと思ってやってますから。ダセーな、逆に逆にダセーな、カッコつけてる。そこで分けること自体がダサいかなっていう。あとつばさん、ナンセンスかな。つばさん、そうカッコつけてて、もうここにめっちゃなんか食べかすみたいな。なんで言わないの。逆です、はい、ね、言ってよ。いや今気づきました。見る自分で自分の作品。めっちゃ見ます。すごい。俺絶対見ますよ。俺一回エゴサーチして、よかったら見る、はい、いい意見が多かったら見る。いや俺確認したやつだから、現場でもあのすごいね、 V でちゃんと流れるじゃないですか、あの撮ったやつ、うん、俺絶対見に行きます。すごい。これ違うなとかないですか、自分の中で。いやでもそれはもう監督が決めることだなって思ってるから、そこに行ってこうやってやってるのは怖いわ俺。無理無理。こんなにアプローチ違うんだ。見れない、あそこの監督のとこまで行くんでしょ。俺全然。 あとカメラマンさんとかもうすぐ見に行きますよ。いた結局変わってないですねお笑いの時と。だからまあ皆さん、件とかはもうカメラを置いて飲みましょうよ。スタッフさんもみんなもう皆さん勘弁してやってください。石 P がめちゃくちゃ飲みたそうだもんね、はい、もうじゃあまた明日乾杯。もうちょっと話しましょうよ。いやいや長いしといたいいですね、ワンカップで。大丈夫です。じゃあすいません。うわこれ500あるってこと。はい、見てください、すごいこれ。